権力の横暴アピールを狙う粗暴質問に耐える記者会見、サンタリ。連日のように、菅義偉官房長官が発表する首相官邸記者会見で自分自身の取材ではなく、他社紙やテレビの報道、思い込みで同じ質問を繰り返す東京新聞女性記者にたまりかねた官邸側から記者会見の趣旨を心得るよう促された。一部マスコミはそれが権力の専横だと抗議中だが、昨日も、朝日新聞岡村記者、昨日、望月磯子に対しあなたに答える必要はないと、どういった趣旨で。菅官房長官、昨日、午前午後の会見でも同じ質問があった。その直後に何のための場所だがあり、午前発言して、また午後発言して、さらにまたの質問だったので繰り返す必要はないということで申し上げた。あまり新聞、テレビで報道されないが、ネット等から得た情報では、この記者さんかなり思い込みが激しい。その割に政治外交関係の取材力が貧弱なのか、他の報道を引用しては消化不良の生半可な質問を仕掛けている。菅官房長官はすぐに見破り、それなりの短い返答で終わらす。それを待っていたかのように、国民に不誠実と声高にがなる。しかもこの記者さんの会見の記事は東京新聞にほとんど出ない。なら何のために来ているの？反権力を強く標榜する新聞社の記者の中には、自分たちは国民の代表として質問していると勘違いしている人間もいるらしいが、ほとんどの日本国民はそれらの新聞は日本国と日本国民の敵。なくなれ。と思っているのが現実だ。報道記者が国民の代表と自負するなら、事実を精査し遂げ、事実を理解する能力を発揮していただきたい。大体、国民の知る権利を奪っているのはどちらだろうか。報道記者のくせに偏った個人の主義主張でダラダラ質問されても、何一つ重要なことを聞き出せていない。何がジャーナリズムなのだ。もはや、マスコミは社会の僕宅だと思っている人は滅多にいない。平凡な人々が、ご先祖から賜った見えない僕宅を慎重に真ん中に据えようとしているから社会が成り立っているのですぞ。